クソ、親父のくせに。次に見かけたらただじゃ浮かねえぞ。その元気がありゃちった親孝行に向けるこったね。しかしブリーチジャパンがここまでする連中だったとはな。ひでえな。奴らの目的ってのは本当にグレーな部分をなくすことなのか。あの連中の大義名分は立派でも、本音は支援金もらうのが目的なんだろうね。大義名分があるとはいえ、やってることは結局いじめさ。嫌な時代だね。さてと、すっかり遅くなったし帰るか。ああ悪いね、二度も助けられちまって。どういたしまして。また掃除が必要な時は呼んでよ。ちょっと待ちね。ん？あんたたちホームレスなんだろ。ああ。ここに住まないかい。二階の一部屋を貸してやるよ。え？え？本当にいいのか。それは助かるぜ。でも一部屋潰す余裕なんてあんのか。女の子の仕事が減って金に困るんじゃ。別に私はお人よしで貸そうってんじゃないんだよ。